はいどうもクーリンです。本日はクーリンズのゴリッポンと達也、この3人でのお買い物企画となります。本日お買い物するのはベースマン立川店。ここはゴリッポンがよく行くお店だそうです。入り口にはプロ野球選手の限定アイテムが並べられ、買い物に訪れたお客様を出迎えてくれます。建物の1階が売り場となっており、グラブの商品ラインナップが多いイメージでした。そしてゴリポンはスタッフに知り合いがいるそうです。僕の大学の先輩で佐藤大河さんですね。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。メーカー数でいうと何種類があるんですか？100社近くあると思います。100社近く、はい。ベースマン立川店の魅力は何といってもグラブのメーカー数の多さでした。かなり珍しいメーカーもありましたよ。この見たことないメーカーがあるんですけど、磯野です。確かに磯野だ。用具とか作り出して100年以上創立立ってる、かなり老舗のメーカーさんなんですよ。昔ながらの、はい、初めてね、僕はね、グラブ見たかもしれないですね。このちょっと皮の仕上げ方が寿司揚げみたいな感じですよね。なんか湯もみはね、すごい強そうな、しっかりお湯が入ってきそうな感じはありますね。お、ピッチャー用、ピッチャー用もあるんですね。握るような、包み込むように。お、ほんとはみやすいですね。バットは有名だけどね、かなりね。バット有名なんですか？バット有名ですよね、磯野。はい、磯野といったバットですよね。バットですね。見てください、これ玉沢ベースマンコラボモデル、特別にうちに作ってもらいました。すごいよこれ、これオーダーでも絶対無理ですね。無理ですね。革自体すごくしっかりしてますね、玉沢さんのグラブ自体は。これは本当ベースマンラブな方に。そうですね。このグラブおすすめベスト3とか教えてもらえると、うちだとウィルソンさん、はい、G5 っていう形が一番シンプルで一番万人受けするような、この形がすごく売れてます、うちだと。これ片付け済みですか？そうですね、こちらも片付けされてます。かなり深めの感じですね、はい、この形が学生さんにはすごく人気で、うちだと売れてます。そうなんですね、はい。この後ぐらいだと、Z さん、やはり源田選手モデルの色がこれオレンジですか？そうですね、オレンジです。ツヤがすごい、これツヤがやっぱり軽いですね。軽いですね、はい、さっきのウィルソンの D5 よりも軽いですね。そうですね、まあ、このバスケットウェブっていったらもう僕らの時はピッチャーの代名詞のようなウェブでしたけども、これを内野手モデルで流行らせたっていう言っても過言ではないですよね。と IP セレクト、この辺りがやっぱり IP セレクトあるの珍しいですね。ひこりちゃんも在庫は多くさせてもらってます。あ、そうなんですね、はい。IP セレクターとやっぱりこのアンティーバッグが人気なんですか？そうですね、このアンティーバッグ、これ統合モデルですか？統合モデルです。ちょっと独特というか、やっぱ、ポケットの位置見ていただくと、近かったらここが薬指が広めになっているので、やっぱこっちの方が万人受けするというか、形的には使いやすいかなっていう、こっちのモデルが一番人気です。ちょっとでもグローブ見させてもらってて、すぐ買いたい衝動になるんですけど、うん、これちょっといいなと思って。お、ワールドペガサス、はい、しかも内野手よ。内野手よ、なぜ？いや、なんかキャッチボールとか使いたいなっていう。ピッチャー、試合で投げるピッチャー用があんま柔らかくなりすぎたら嫌なんで、分けたいんですよね、キャッチボールの。買うの？顔見た時に呼ばれてる感じしました。ワッペに、はい。どうせやったらこの、はい、特産 TV モデルとかね。いや、これも食べたんですけど、これ練習トレーニング用なんで。ちっちゃいか。ちょっとちっちゃい。練習で使うんでしょ。はい、練習で使うんで。練習で使うんですけど。ちっちゃすぎる。ベースマンオリジナルトレーニングクラブ。ちょっとオーダーチックな。Do not miss って感じ。いいね。はい。1万3000円。安い。トレーニングクラブって安いっすよね。こっちのウェブの方がいいんだけどな。この名だたるメーカーを抑えてワールドペガサスがいいんだ。いや、硬いんですよね、軟式用なんですけど。硬いグローブが好きなんで、はいはいはい、このワールドペガサスのグローブがすごくおすすめです。硬いですよね。硬さはあります。なんでかというと、実を見ていただくと硬式軟式兼用なんですよ。え、革がそう言いますよね。しっかり感が、そうですね、はい、あります。買います。じゃ
っちゃいます早いな。クーニーさん的にどっちがいいと思いますか。俺ってなっちゃうと、俺やっぱウェブの形が H ウェブが好きになっちゃうから、ね、H になっちゃうけど、やっぱりそれそうじゃないやん、ね、やっぱこうはめてのさ、自分のフィット感をせっかく見せきてないから確かめた方がいい。いや、こっちの方がめっちゃフィットするんですけど、うん、ウェブがこっちがいいんですよね。あそういうパターン一番悩むね、はい、うん、こっちにします。新しくします。十字の方で、うん、これがいいな、ね、うん、達也は元アイドルということで、はい、このグラブをアイドルに例えると誰ですか。橋本環奈ちゃん。2タイムスユーマルね。これなかなかないんですよ。店内で初めて見たかもしれない。それピッチャーつけれるんですか。ピッチャーつけれる。ピッチャーはあのこの一色だったらいいですよ、ね、色だと思います。ただね、俺今日欲しいやつがあるのよ、はい、やっぱね、3ヶ月ぶりのショップやから、はい、あれを買わないとね。手入れのクーニンといえば、はい、スッキリクロスですよ。これスッキリクロスを買いに来たんだけど、これはないな。ないですか。スッキリクロスないな。なんかこうクロス系の汚れ落としありますか。これだけですか。あとは Z さんの結構枚数が多い。個人的にはちょっとね、もう暑さがね、スキルクロスの方があるから、はい、俺は手入れしやすいんだけど、はい、まあ、でも今日はね、こっちを買います。Z さんの。Z の。ちょっと匂いがついてるっていうね、これ特徴ですね。このキュットラープっていうのは何ですか。足のサポーターになります。どういう効果があるんですか。足をグッとすることによって、筋肉のブレだったりとかを防止できるので、疲れが溜まりにくい。これはフットラープの、兄弟分です。そうですね、こっちはソックス状になってるんですけど、こっちはサポーター。なんかこっちは大阪桐蔭の選手が結構使ってるみたいですね。フットラーク自体すごく売れていて、で選手あたりからこれキットラークっていうのが発売されたんですけど、医療用看護師さんとかに作られたサポーターになってます。こっちは何ですか。これも気になったんですけど、大谷翔平選手の着用ソックス。そうですね。どういう特徴があるんですか。これも結構こっちに近いんですけど、グッと動力というか。これブルーあるんですね。これだとブルーがこれあるよ。ちょっと今スタンスを履いてるんですけど、ちょっと悩みがあって、使用後にめちゃくちゃ臭いんですよ。なんか使ってる糸のせいらしいんですけど。あ、そうなんですか。ちょっとね、あの匂いね、きついのね。帰りの車の中で自分の最初、その体臭かなんかなのかなと思ったの、残念ながら、はい、でもね、オリカさんも臭かったから、はい、全員ですよ、これ。これ全員、オリカさんが臭かったら全員臭いですね。でも全員臭いってことは、もうスタンスを使って糸がね、ちょっとそういう汗と化学反応しちゃうと臭くなっちゃうってことだから、ちょっと今回はね、この臭くなるか、なるのかどうかっていうのも実ははめてね、着用感と匂いとともにレビューしたいと思います。そしてバッティング手袋はミズノのパワーアークとフランクリンが2大人気アイテムだそうです。フランクリンがちょっと人気出る理由分かるんですよ ね、 やっぱね、はめやすいのよ。夏場とかの暑い時でもね、スッてはめてスッてつけれるの、とてもスッスッと取れるっていう。やっぱ引っかかると引っかかるでしょ、こう脱ぎづらかったりとか。そうですね。これね、裏見たら分かるけどね、ちょっと素材が違うの。ほんとっしっとりしてて、これザラザラでしょ。違う。これね、はじめね、買った時はね、あんま思わないけど、まあ、自分の場合は結構ユニフォームと一緒に、まあ、バッテをポケットに入れたまま洗ってしまいます。乾燥機かけてしまいます。もうこれはちょっと縮んで こんな形になる。こっちはね、乾燥機誤ってかけてしまってもね、生きてるイメージだ。なんでやっぱおすすめ、俺のおすすめはやっぱこっちやね。結構かけてしまうもんなんですか、手袋入れたまま。かけてしまうね。そんな時にもこう縮まない。どっちかというとバッテのコーナーこう上からずっとこう送ってもらってね、一番下にね、自社ブランド置いてるんですよ。こう控えめに DM 結構伸びますね。ここがすごく柔らかいと思います。ちょっとね、懐かしい感じもするね。ルイスビルスラッカーっていうね、メーカーの革手を高校時代ずっと使ってたんですけど、あ、そういう感じですね。その感じあるよ、すごい。ボッシャブルだしね。力入るね、このダブルプレートの、ね、手の甲の分締めてくれるせいか、ここに、ね、力がグッと入る。でもこれ3900円って俺いい気がするけどね。2個で安い。学生の方真っ白真っ黒出てます。あ、そうなんですか、はい。まあ、今回バッテはいっぱいあるんで買いますけど
すいません、買う流れかと思いました。買う流れでしたけど。そして2階は素振りスペースとなっておりました。今回ベースマンから出されている木製バットを素振りさせてもらいました。この BM のバットなんですけども、ここにグラスファイバー加工っていうのが書かれています。よく見るとここからここまでの色が微妙に違うんですけども、この部分がグラスファイバー加工されている部分で折れづらくなってるみたいです。アクセフのネックレスなんですけども、達也があんま信用してないんでちょっと実演したいと思います。これでこうやってグッてやると倒れますよね。これを彼の手に持たせてこうやると、本当やこれマジですか、これのけたらこれほんまなんすか。そうね、職業俳優なんで怪しいですけどね、やらせの感じありますけど、はい、これですぐ、ね、はい、すぐこうグラーンなるんですよ。これをこう置いた瞬間に、うわ、本当よ、これ信じるか信じないかあなた次第です。これはリアルです、はい、僕そんな芝居うまくないんで大丈夫です。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。